スノーマン目黒蓮、サイレント、最終回結末のセリフに言及。桜田ひよりは撮影中、ずっと遠巻きに見てた、スノーマンの目黒蓮と女優の桜田ひよりが、13日放送の TBS 系バラエティ番組、桜井、有吉座夜会、毎週木曜夜10時に出演。フジテレビ系ドラマ、サイレント、2022年、撮影時の関係性を振り返った。桜田ひより、サイレント、撮影中は兄役、目黒蓮を、ずっと遠巻きに見てた、サイレント、で兄弟役を演じた二人。嵐の桜井翔が、ドラマで一緒になったりすると役名とか、お兄ちゃん、って呼んだりあるじゃん。なんて呼んでるの？と質問すると、目黒は、手話でのコミュニケーションなので、お互い手話に集中してて、と明かし。桜田も、目黒は、手話練習もほぼ毎日されてましたし、私もシーンが始まる前にやっていたので、そっちに気持ちが集中してました、と目黒に同意した。さらに桜田は、私は手話を通してお兄ちゃんと会話をするので、喋ってなくても遠巻きでずっと私は見てました、と目黒と直接絡みがなくても目黒を見ていたことも告白、お兄ちゃん、と撮影中以外に呼ぶようなことは、なかった、と話した。目黒蓮、サイレント、最終話のささやきの内容は、そうくんに聞かないとわからない。また、目黒が、サイレント、最終回のワンシーンに言及する場面も。ドラマの大ファンだというタレントの朝日奈央が、最終話でイルミネーションの中で、川口春奈演じる、紬の耳元で何かをささやかれてたなと思ってたんですけど、あれは結局なんておっしゃってたのかなっていうのが気になりました、と問いかけると、目黒は、僕は目黒蓮なんでちょっとわからない、目黒演じる、そうくんに聞かないとわからないかもしれない、と含みを持たせた。